天社街竹豊港駅は、愛知県北郡竹豊町大浅里中にあった、日本国有鉄道竹豊線貨物支線の貨物駅で、ある。竹豊線の終着駅の竹豊駅から伸びる、全長1キロメートルの貨物支線の終着駅であった。元は1892年に移転する以前の竹豊駅所在地で、1930年に竹豊駅として、正式に開業し、 1965年に廃止された。前身は、1886年3月に開業した旧、竹豊駅である。同駅は、関東地方と関西地方を結ぶ、幹線鉄道への資材運搬線として建設された、竹豊線の起点であり、駅には、約140メートル、幅約5.5メートルの木製桟橋が建設され、資材の陸上げ基地とされていた。 1892年6月に、竹豊駅は、現在地である竹豊町あざ近海へと移転するが、移転前の旧駅も引き続き、竹豊駅の構内として処理された。1901年、竹豊港にライジング産石油の輸送所が設置された。同年10月には、同社は駅に繋がる専用鉄道を付設し、駅からの石油輸送が開始された。また、1928年には、 当時味噌、醤油の蔵元であった満山商店の専用側線が付設されている。1930年4月1日付で、竹豊駅構内扱いであった旧駅は竹豊高駅として正式に開業した。開業時の告示によれば、貨物駅で貸切り小古貨物を専門に取り扱った。上記の旧駅に接続していた、ライジング山石油専用鉄道、満山商店専用線も、 竹と横駅接続に切り替えられている。竹と横駅は開業以降石油を中心とする貨物を取り扱っていたが、1965年8月20日付で廃止された。ただし、廃止よりも前の1959年度に貨物取り扱い量をそれ以前よりも大きく減らし、1960年度以降は統計に記載されなくなっていた。 1950年度以降の貨物取扱い療は以下の通り、1960年度以降、竹豊横駅の名は統計に記載されていない。駅の跡地は現在の国道247号、里中交差点付近である。交差点南東角には竹豊停車場跡地の記念碑があり、駅で使用されていた転車台が保存されている。転車台は2009年1月、 国の登録有形文化財に登録された。駅の転車台は当初木製であったが、1927年に2機の鉄製転車台に交換された。保存されている転車台はそのうちの1機で、駅の廃止後は放置され、土砂に埋まっていたが1998年にこの遺構を当時の小学生2名が発見し、彼らをはじめ保存の声が相次いだことから、 町が修復工事に着手し2002年10月に修復工事が完了した。2008年2月には回転ポッポ台という愛称が付けられている。台上で線路が直角に交差するタイプのこの転車台は日本で唯一現存するものである。日本国有鉄道竹と予選貨物支線竹と予駅、竹と予駅。ありがとうございます。